皆さんおはようございます。私が磯田康夫、69歳、大学4年生になりますね。大学入ってから、英語の勉強を始めまして、1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級の筆記試験に合格しました。で、面接試験が来週の日曜日あるということで、まあ、ちょっともう真面目に勉強さなきゃなということでやっております。で、まあ、今日の話題はというと、まあ、こんなことなんですけどね。まあ、最初にちょっとこの今やってる、英検1級の二次試験対策対策っていうほど大層なもんでもないんですけどね、まあ、面接試験あんねんからちょっと勉強せなあかんやろということでやっております。で、その話と、昨日はね、8月15日ということで終戦記念日だったんですけどもね、まあちょっと1日遅れてるんですけども、昨日ここのとこずっと、お盆休みで、息子が帰ってきたり娘が帰ってきたりしてて、こう家の中バタバタしてて、昨日はちょっと家族で出かけておりまして、もう皆さん、子供ら2人とはもう帰って、今日はまた再び静かな夫婦だけの一日ということに なっております。ちょっとね、川が飛んでますね。なんか、そんなわけで、ちょっと動画のアップもできなかったんですけどね。で、来週、まあ、日曜日試験で動画のアップもちょっとできないし、ちょっと来週から、夫婦で旅行に行ってきますのでね、GoTo キャンペーンで、そんなことで、ちょっと来週は、週末、金曜日くらいにならないと動画撮りちょっとできないみたいですね。今週もあと何回かできるかもしれませんが、ちょっとわからないけどやってみたいと思います。で、まず最初に、英検のどんな勉強してるかっていう、まあ、それの紹介ですね。まあ、一応いろいろ参考書は、まあ、いろんなこんなんいっぱいありますけどね。まあ、なんちゅうんかね。まあ、どれがええとか悪いとかいうわけでもないんでしょうけれども、まあ、大体似たようなもんですよね。はい。どれもこれも似たようなもんで、まあ、たまたま外大行ってますので、試験制作してる側の先生、を知ってるんで、話聞いたら、磯田さんもどうせまた同じことやるからね、ぐるぐる回して出してるだけなんよ、って言うてるんですよね、作ってる。まあ、作る方はね、もう、どうせまた同じことやるだけやという感じなんだけど、受ける方にしてみたらね、大変ですよね。受ける方にしてみたら。でも作る方にしてみたらね、まあ作る方の悩みもあるんですよ。うん、まあ、これの試験なんだけど、まあ、そうですね。真面目にどんなことやってるかだけ言いますわね。まあ一応ね、これはライティングのテストテキストなんですけど、まあ、ライティングでも同じこと、ほとんど同じことですよね、面接と。どういうのですか、こっち側か。これは同じくいっちゃんの本なんですけどね、いっちゃんの本の分析の方がええかな。まあもうこんな本の分析の減っちゃねもうないんやけどね、まあ一応こんなもんありますよね。うん、要するにどんな内容が出るかっていうことですよね。で、まあちょっと上から言ったら政治、国際関係、経済、ビジネス、文化、スポーツ、科学技術、メディア、環境、教育、犯罪、ジェンダー、家庭、医学、健康、まあ大体そんなようなとこがね、比率的にはこういうふうに出ているそうです。ですから、なるべくばらけるようにね、一個の主題に偏らないで、いろんなこう題材に対してどれでも対応できるようにいうことで、まあ、とりあえず20個ほどトピックを選びました。まず、いわゆる政治から1個、経済から1個、科学技術から1個ってな感じでね。ほんで、まあ、こういうふうに一応私は20個ちょっとぐらいあるんかな、書き写して、大体これは覚えてます。だから、まあ、大体網羅するところを覚えておいて、で、それ以外のところは、まあ、こういったものを全部引っ張ってくると、まあ、インターネット上にも出てますしね、そういうのを引っ張ってくると、大体200個ぐらい、こういう、焦げなものを集めることができますのでね、まあ、きっちり書いてある方の20個は、まあ、比較的きっちり覚えておいて、あとのは、まあ、よく読んで、まあ、大体こういうのが出たら、まあ、こういうふうに答えていこうかな、というような方針を決めて、で、あとは練習をしております。で、まあ一応まあね、時間計って、まあ一応きっちりできるようにやっております。まあ合格するかどうかわかりませんけどね。まあ、わからんけどね。まあんで、そういうジャッジメントやってる先生の話聞くと、これはね、ちょっとまたまた余談で
けど、まあ、この英検の試験の方もね、もうその先生はね、もう同じもの作るだけでまたぐるぐる回してるだけってまあ、それはね、大学の受験でもあるんですよね、うん、まあ私なんかその大学の先生いろいろお友達に多いもんだから、彼らの一つの悩みが受験問題、大学の受験問題ね。で、あれかなり鬱陶しいんですよ、大学の受験問題っていうのは。なんで鬱陶しいか言うとね、世間の注目は浴びるんですよね。しかもこの社会全体のムードとして大学受験というのが非常に何かこう神聖なものとしてこう取り扱われてるわけなんですよ。たかがもう試験のうちの一つなんですけどね、一応それなぜか知らないけど大学受験って神聖なものとしてで、例えば有名大学がもし試験問題に間違いがあったりしますよね。そしたらもうニュースになって、どこその大学の出した入試問題にはこんな間違いがあったってやられるでしょ。だからそれを恐れてものすごくこう神経過敏になるんですよ。具体的にどうやって作ってる、もう内輪の話するとね、ぶっちゃけね、1人30万円ですよ。30万円、大学受験問題作るチーム作りますでしょ。なチーム作って、誰で先生、10人ぐらいでチーム作っとしますやん、大学の来年の入試問題作るチーム。大体1人30万円で、約1年間のお仕事ですよね。で、何回か会議開いて、ほんで、当たったらですね、例えば、英語で当たる？英語で当たったら、ほんでもう、大体主だった教科書、高校の教科書全部バーッ目通して、ほんで、ここ数年間に出てた受験問題のザーあと調べて、で、一応分担決めますよね。先生は文法やってください。先生は単語の方やってください。先生は長文解釈の方やってくださいってなるでしょう。ほんならもうずっと調べて、もう、で、大体難易度を決めて、で、その過去に出た例となるべく違うのを出そう、どっちみちに似たようなもん出してくるだけなんですけどね、どっちみち似たようなもんするんだ。で作るということで、で結構その神経使うって言ってましたよね。金の問題以上に神経使う、失敗したら批判されるから失敗のないように作る問題をね。だから最近問題になってないのかな、大学受験問題を下請けに出すっていうので問題になってた。すいません、今は言わないのかな、いわゆる大学受験専門の予備校で有名なとこありますよね。いくつかありますよね。駿台とかいくつかそういう有名なとこが、東進とか。だからもうああいうところへもう振っちゃう。もうあれ大体100万か200万ぐらいで作ってくれるらしいんですよね。だから、例えばね、偏差値60ぐらいの学生を集めたら言ったら偏差値60の問題作ってくれるわけですよ。あるいは偏差値、うちは50でいきますみたいな50の問題作ってくれるわけね。100万か200万。ほら、その方が楽やって言うんですよ。先生に30万円ずつ渡して10人に受験問題作成グループ作って、それ300万かかるでしょ、人件費で。で、失敗したら自分のところの責任になりますしね。でだからそんなことをやっちゃう、でそういった秘密保持の問題もありますしね。だから昔は受験問題は刑務所で印刷したりしてた時代あったんですよね。今どこでやってるか知らんけどね。そんなことをしておりましたですね。だから受ける側からしたらね、なんかものすごい重大なんだけど、作る側からしたら邪魔くさいというかね、もう同じことするだけないのにということになっちゃうという、こういう世界ですね。はい、そんな話は一個あるんですけども、ですからあまりこう勢い込んで命がけにならず、こんなもんだということで勉強してやっていこうかなと思っております。はい、で昨日終戦記念日ということで、どうですかね、いろいろこう終戦の頃の話ってのはあちこちにこう上がってますよね、面白い話が。で、私の場合は戦後、1951年生まれですから、戦争が終わったのが45年ですからね、戦後生まれなんですけども、当然両親は戦争世代で、2人とももちろん亡くなってますけどね、亡くなってますけど、私の父親はずっと支那大陸にいて、ずっと軍人で、戦争ばっかりやってたという、そういう時代ですね。で、その頃の終戦どこで迎えてどんな話になったかっていうのは、もう子供の頃からもう上から何回も見に行ったことができるか
されて育ちましたので、よくまるで自分が経験したことのようにこう感じるようになってますね。で、私の母親は、まあ、その当時大阪に、大阪の上本町という市内に住んでたんですけどね、大阪大工市で家が上がれてもう逃げ惑って命からがら逃げた話とか、そういうのをもうずっと、もうやっぱりそれはやっぱり母親にしたらね、命がけのことやから、子供にこうどうしてもそういう話するから、こっちにしたら何回も何回も言わされるんやけど、もう耳にたぶん抱けるぐらいできて、まるで自分が経験したよね、そういう感じで覚えておりますね。で、その当時ね、まあね、ここでちょっと話して、ちょっとまあいくらかこう参考になるような面白い話っていうのもあるんですけども、まあ、私の父親は初期の頃はこう実戦でいろいろ戦闘をやったんやけども、負傷しまして、大変な重傷を負って、それでまあもうちょっと戦闘の能力がなくなったというか、もうちょっと難しいということで、で後方へ、信濃の方ですね、信濃大陸の後方の方で、まあ安全なところで兵隊の部門を担当する部分になっておったんですね。兵隊って言いますと、今で言うロジスティックですね、相変わらず言い方したら英語ではロジスティックですね。要するに物資の集配所、今で言うたら集配センターの、集配センターの所長みたいなことをしとったわけですよ。だから日本からこう物資が届いたら、そこから信濃大陸の南方方面とか何とか方面へこう物資を集約してるから、大体 3,4,000 人ぐらい兵隊がいて、そこのまあ事務局長のような仕事をしておったんですね。隊長さんがいて事務局長という、そういう感じで仕事をしてたんですけども、その時終戦になったんですよね。で、うちの父は何をしてたか言ったらね、朝から魚釣り行っとってで、魚釣りしてて、魚釣りってもう大陸ですから湖ですよね。湖で魚釣りしてて、割と魚も釣れるようになって、こいつりとこういう、このおもろなってきたなと思ったら、兵隊2人が来て、磯田総長、総長という隊長が重大な話がありますので、至急戻ってきてくれって言われますよ。で、魚やっと釣れるようになったのに、そんなに帰るなんて嫌やなと思うね。でもね、兵隊さんね、そのまま帰ったら怒られるの目に見えてるから、そんなかわいそうなことできへんから、ほんならもう言って道具直して、ほんで、舞台へ帰って、で玉音放送を聞いたらしいんですけど、もう玉音放送っていうのはもう雑音ガガガで、もう何を言ってんだかさっぱり一語もわからないって言ってましたね。で、ただし重大放送でこういう放送じゃないから、もう言うことは分かってたと。で、まあもうこれで戦争負けたということで、もう間違いないっていうことで、というのも、なんで知ってたか言ったら、毎晩アメリカ軍の放送を聞いてたって言ってるんですよね。まあもちろん兵隊にはそんなん聞かせることできないから、幹部だけが集まって夜、日本語放送をやるようですよね、米軍がね。で、その米軍の放送をずっと聞いて、で、日本側の放送とか合わせて、そうすると大体戦局ってほぼもう分かってたって、もう日本語の大本営発表ってのは嘘ばっかりですけどね、もう米軍の言うてる方が正しいやろと言うんで、それで米軍の方で大体こういう風になっとるなっていうのは分かってて、で、いや日本から物資を送ってるんですけど、その時に来る一切新しい兵隊の補充があるんですけど、まあ、なんせもうその頃の兵隊最後の方になってきましたらね、10人兵隊来たら10人のうち10持ってるのは1人しかおれへんってね、何しにお前ら来たんや、戦場10も持たんと来て、どういうこっちゃねっていう、まあ、とか、それからね、もう一番びっくりしたのは、兵隊ってもちろん水筒を持ってますよね。で、その水筒は竹筒になってたりするんですよ。竹筒、もう江戸時代じゃねえんだから、竹筒に水入れてくるから、よっぽどもう金属もなくなる、物もなくなって、こらもういよいよあかんなというようなことで、いろんなことは分かってたって言ってますね。で、終戦になったんですけども、当然武装解除ということになるわけなんですけどね、3000人ほどの兵隊いるんだけども、まあ一応その当時、うちの父親がいたところは、まあ結構、うまく統治ができてて、で、まあ品川の代表者がっていうのはいるんですね。まあ大体今、一歩で言ったら県知事みたいな人がいるんです。で、まあその知事のさんと一緒にこう協力していろいろこう行政をやっておったわけなんですけども、だからもうこれ今後どうするかということで、その中国側の代表、中国では中華人民共和国の略称なんですよね。中華人民共和国っていうのは確か成立したのは1949年ですから、1945年の戦争終わった時点では存在してないですね。中国というのは存在してないです。当時のいわゆる信濃ですね。信濃のまあ、向こう側の代表と会って、で、話して、まあ、から、
この県知事さんの言うのには、もう今ここで日本軍が武装解除されたらもう治安も悪化するし、共産軍がやってきてる恐れもあって、とてもじゃないがこんなも維持できないから今まで通り治安維持に当たってくれと、で別に武装解除する必要ないからそのまま今まで通りの任務をお願いしますということで県知事から頼まれて、でそのまんまの状態やったんですけども、もうすでに戦争終わってるしこれ以上物資を送ってももう仕方がないんだからっていうんで、まあうちの父親なんかは結構若い激怒心のある人物やったからね、夜中に信頼のおける兵隊を集めて、ちょっとこれトラック持ってこいで倉庫行って鍵持ってきて倉庫の鍵開けて、で軍事物資全部つえでそれを、居留民のところへ持って行ったんですよ。居留民って言いますのはいわゆる日本人の日本から植民してる方ですよね。日本人街っていうのはあちこちにあったわけですよね。でももう戦争に負けたからこれ大変な状態になってますよね。で食べ物もないという、もうしかも非常に治安も悪化してくるという、これじゃまずいからっていうんで、で軍隊にこんな物資たくさんあってももう戦争終わったからいらねえんだいってんで、夜中に、そこをもう見ろとって、これで町へ持って行ってんで、日本人居留民のところへバーッ配って歩いて、義賊みたいなことやっとったんですね。で、そしたらまあ居留団の要するに町長さんみたいな日本人の方が、まあ、大変感謝されて助かりましたって、でまあそうやって人助けやって、でまあ戦争の方が終わっていって、でその後まあ比較的私の父親にいたところは米軍が占領した地域だったんですよね。でそれで早く帰れたんです。でまあ私の父親のあと2人弟シナにおりましたんですけど、軍人でおったんですけど、2人ともソビエト党の支配地域におったんですよね。でそのためいわゆる強制連行されて、まあこれをご覧の方は知ってるかもしれませんけれども、シベリア抑留というのに合うんですね。で1名は戦病死で、で1名はなんとかギリギリ生きて帰ってこれたという、まあそういう悲惨な状況がありましたけど、たまたま父親のおったとかよかったので早く帰れてよかったという、まあそれ以外にいろんな話もあるんですけどね。で帰ってきたら焼け野原になってて、大阪の梅本町行ったら家あったとこ何にもあれへんで、看板が一個立ってて、もともと福井県からの出身者でしたが、福井県なんとこに住んでますって書いてあって、それで福井まで帰ったというそういう話があります。で福井帰ってしばらくしたら福井大地震っていうのが起こって、せっかく建った家も全部ぺっしゃんこになっちゃって、こら弱ったなと思ってたら、なんと金沢からこのあの時助けた日本人の、町に居留団におった助けてもらったという方が、金沢から福井まで歩いてリュックサックにいっぱい荷物背負って、あの時の恩返しに来たって、で食料持ってきてくれて、それで助かったということがありまして、ですからね、皆さんやっぱり人には親切にしといたら必ずまたどっかで帰ってくると、親切にしとくもんだなというふうに、それは強く思いましたですね。まあそんな話がありました。ということで今日も暑いですけど頑張りましょう。